はい、皆さんこんばんは。ちょっと開始時間が遅れてすみません。今日待ちに待った兄弟レクチャーシリーズ、本シリーズ3回目行いたいと思います。本日ご登壇くださる先生は今2回生の住宅課題で、お二方非常勤で来てくださっていて、学内 の、 教員含めて今担当しています。授業ですけど、で、今日登壇していただくお二人の先生のプロフィールを私の方からご紹介します。今日の進行としては、初めに30分ずつお二方の先生にお話しいただいて、その後フリーでディスカッションしたいなと思います。よろしくお願いします。初めにご登壇いただく畑先生は、1978年兵庫県生まれで、京都大学の建築学科と、卒業して建築学専攻を修了されています。でその後高松慎先生にのところで事務所で働かれて、その後独立をしております。で2005年に独立されています。で近年だと受賞はたくさんあるんですけれども、代表されるものとして日本建築設計学会賞だとか、最近だとたくさん の公共の駅前広場のコンペ、例えば JR 長井駅だったり新神戸駅前だったり神戸駅前っていうののプロポーザルにたくさん書かれているということで、今日もそういった話が聞けるかなと思っております。で今もう一方その後ご登壇いただく山田先生についてもご紹介します。山田先生は1984年東京生まれで、慶応義塾大学環境情報学部を卒業されて、東京芸術大学の大学院の建築専攻を修了されています。で藤本壮介事務所で実務を積まれて、その後独立をされています。それでは準備が整い次第、畑先生のレクチャーから始めさせてもらいたいと思います。もう少々お待ちください。もし時間かかるんだったら、もしかしたら山田先生もデータでお送りしてるから、もう1分ぐらい。あ、大丈夫、はい。去年のと被らないよりも新しいプロジェクトだけを持ってこられてます。今音声を話して、言ってる、はい、入ってます。じゃあ聞いてみます。はい、もうすぐ始まる畑先生のレクチャーなんですけれども今日は去年に引き続き2度目のレクチャーということで、去年からの続きとして昨今やられているプロジェクトをご準備いただいているようです。皆さん楽しみにしましょう。はい、それではお願いします。でもです。どっちですか？はい、皆さんこんにちは。今ご紹介いただきましたけれども、去年まで1年生の課題を非常勤として担当させてもらっていて、今年から2年生の住宅になりました。で今日初めてなんですので、いろんな、なんかすごく面白いことを考えていました。ちょうどさっき柳沢先生がバナキュラーな建築っていう、なんかこういろんな風土とかいろんな材料とか、なんかそういう条件から非常にこう多様なものが生まれている様子っていうのを僕も興味深く見せてもらいました。バラなしのやっぱりなんか寺が家の中に食い込んでるっていう、寺が先にあって家があるんですかね。ああいう状況も非常にこう面白い、ある意味では不思議な状況なんだなというとても興味を持って見させていただきました。で今日なんですけれども、昨年後期に、山本先生と一緒にここで話をさせてもらってですね、その時のなんか続きみたいな感じでお話ができたらなと思ってまして、
その時のことをちょっと覚えて、見てくれていた人がいればちょっと牛受けみたいなことがあったんですけど、ちょうどレクチャーをさせてもらった時に京都の下鴨で住宅がちょうど進行する何であったりとか何であったりって物理量定量化できるものを対象に設計はしているはずですけど、認識っていうのはどうも必ずしもそういうものだけではないんじゃないかと。でこの京都の時僕が話したのはすごい面白いとこなんですよね。風致地区だったり歴史的景観保全区域かなとかだったりするんですけど、本当にさまざまな来歴のとにかく屋根、いろんな素材の屋根みたいなものがバラバラと群れているっていうのがすごく印象的 でこの時僕が思ったのは、結構窮屈なところだったんで、こういうこうバラバラの屋根の群れみたいなものとこう連続するような作り方っていうことをすれば、なんかその家の中で暮らしているっていうことではもちろんあるんだけれども、街で暮らしているっていう認識にスライドしないかなと。だから物理的な空間をそうやって認識によって拡張できるような建築の作り方っていうのを、まあ、この時考えていました。で実際にですね、まあ、飛ばしますけど、この時考えていたことっていうのは、だからとにかく小さな屋根の群れをこの住宅の中に引きずり込んでくると。で一つ一つの屋根の粒みたいなものは残っているんだけれども、それらがちょうど町の中にあった風景と同じようにして、潰れながらひっついていくみたいな感じですかね、うん、でそういうやって連続していくような状況っていうのを作っていったわけです。でこの時、まあ、作った建築っていうのが、だからやっぱりこう面白かったのは、それぞれの場所ごとに、まあ、ある個性を持った屋根みたいなものを設定して、それらがこうあんこでいうと粒あんみたいなもんだっていう説明をしていたんですけれども、こう粒が潰れすぎないぐらいにひっつき合ってできているようなものですね。だからちょっと見てみると、まあ、こういう状況っていうのが生まれてきて、まあ、いろんなこう粒、それがその屋根によって規定されていくわけですけど、まあ、それらつながっていって、で窓の向こうにも似たような風景が連続していくんですよね。でこうやってこう認識が拡張され、認識的な空間っていうのが、まあ、拡張されていくというようなことができるんじゃないかなっていうふうに思っていました。で、まあ、ここからがちょっと前置きがだったんですけど、やっぱり興味はずっとそこから続いていてですね、なんかすごく認識的空間っていうことがこう気になっていて、でまず一つ今日持ってきたものは、それ以降にこう作ったものですけども、堺市、大阪の堺市のバラ池公園っていう公園です。で公園なんですけど、見てみるとですね、この中央の部分が公園で、なんかでっかい球場、野球場と池があって、でその池の周りに体育館が立ってるんですよね。で結構すごい環境で、なんか何にもないんですよね。本当にガンって球場と体育館だけ作って、なんかもうまるで人が身を寄せる場所もないみたいな、ガランとした公園だった。結構どうしようかなと正直思ったっていうのを覚えています。でちょっと寄って見てみると、さらになんか奇妙なことっていうか、これもともと調整池で農業に使ってた池、ため池だと思うんですけども、でだんだん開発が進んできて、
高速道路が通ったりしながらぐーっとこうなんていうんですかね、じり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 宅地開発されてこう住宅群が迫ってきてるっていう感じなんですね。でこの公園の中に求められていたものは、まあ、休憩所みたいなもんだと思っていただいたらいいんですけども、まあ、その中で例えばバーベキューができたりとか、まあ、ゆっくり休むみたいなことなんですけど、まあ、やっぱりこのなんか生々しい土の塊みたいなところでどうしようと、まあ、とにかくちょっと言葉あれですけど身を隠せるような場所がないとちょっとこの公園は辛いぞと思ったわけです。でどういう場所が公園の中でこう身を隠すみたいなことにいいんだろうって、まあ、考えた時にですね、まあ、何かこう木立みたいなものがいいなって思ってました。で、まあ、公園ということもあるし、なんかこう木々がこうある密度で、立っている時に起こることですかね、向こう側とこちら側がこうある程度の密度でこう木立があることによってなんかこうちょっと身を隠せるっていうか、まあ、もちろん木陰ができるとかそういうこともあるんですけれども、まあ、なんかそういうものがふさわしそうだなというふうに思っていました。で一方でなんですけど、この公園のなんかすごいところっていうのがこういう風景に現れていて、これ公園の輪郭を映してるんですけど、向こうの方にですねバババってこう木造2階建ての住宅みたいなのがひしめき合っているんですね。で結構僕あんまりこういう状況を見たことがなくて、公園の本当に輪郭上にこういうものがこう迫ってきてる。でこれなんかもすごくてですね、住宅展示場とかじゃないんですよ。これ単純に手前側が公園でボラードみたいな黄色いのが立ってますけど、それ園路なんですよね。そのもう本当にすぐそばまでこういう住宅群がわーっと押し寄せてきてるっていうこと、最初はこれどういうふうに受け止めたらいいんだろうなと思ってたんですけど、なんか面白いなと思い始めたのが、そうかと、別にここに森があるわけでもないし山があるわけでもない、でもなんか木立みたいなものがいいなと思いつつも、現実の環境としてはこういった住宅の群れが押し寄せてくると、なんかこういうものが重なってたような状況っていうのを作れないかなと、まあなんか要するに住宅がなだれ込んできた時に生まれる木立みたいなもんですかね、なんかそんなものが作れないかなって考えてました。で、まあ考えていたこと後でちょっと少し説明をしますけども、だから結構まあエリアとしては2000平米ぐらいのこう広さがあるので、まあそこの中に建築を作るっていうことですから、まずやっぱり思ったのはこうなだれ込んでくる住宅の屋根スケールのもの、そういう群れでいいんじゃないかと。でまあそれを渦を巻いていて、せっかくみんなで居合わせるわけだから、木立の奥に入っていくと、まあ、広場があるっていうか、まあ、みんなで大きな場所を囲んでいるということも同時にあるような作り方がなんかいいんじゃないかなというふうに思っていました。でなかなかですね、ただその木立っていうものを構造として実現するって結構難しくって、この時考えていたことって何て言うんですかね、木立っていうものを追い続けると、つまり記号化するっていうかなんですかね、で何かちょっと言葉にするのは難しいんですけど、考えていたことっていうのは、何かその記号化する表象みたいなものと木立そのものってありますよね。例えばなんか木の枝に模したようなものとか、本物の木とかもそうかもしれないけど、その事物そのものっていうか、なんか多分その間にあるようなものだなと思ってて、で結構好きなその哲学者で、フランスのアンリ・ベルクソンっていう人がいて、彼が言うイマージュっていう概念があってですね、イマージュっていうのは本当にそのちょうど表象と事物の間を揺れ動いているようなものっていうこと、なんかなんとなくそういうことが重なっていてですね、だから構造に見えない、まあちょっと変な言い方、まあ構造材だなみたいに行き過ぎない、でも木を模すっていう必要もない、木立っていう木の密度がそこにあって、でなんかそれが木立というイメージっていうか、イマージュって言った方がいいと僕は思いますけど、そういうものに直結して、あ、
これブレースねとかなんとかねっていうなんか構造形式のイメージに先に直結しないような作り方にちょっとこだわってたんですね。でだからこれ2年生の人の住宅課題で言うことじゃないかもしれないけど、普通はちょっとやってはいけないっていうか、いや普通はなかなか生まれないことが行われていて、これはもうちょっとあれなんですけど、例えば土台とかないんですね。でそれから斜めの柱をこう多用していくわけですけど、こういうふうに断面図で表れてますけど、斜めの柱がいっぱい立ってるんですけど、通常はですね、まあ、なんか木造のブレースって言われるようなものってある程度のプロポーション、長さの比率があったりするんですけれども、あくまでもブレースではなくて柱で解いてます。だから斜め柱みたいなもんなんですね。でさらに言うと、これも結構構造としての木立として面白かったんですけども、たくさん植林した木がいっぱい生えてるところに台風とか来るじゃないですか。そうすると何本か倒れるんですよね、やっぱり。で面白いのは倒木の理論っていうのがあって、倒れた木が引っかかって斜め柱みたいになって効いてくるわけですよね。そうするとまあもちろん腐ってくるとダメなんだけれども、持ちこたえ始めるっていうことですかね。子たちが守られるっていうか。で面白いなと思って、なんかそういうものにできないかなと思ってですね、考えていた。でここにあるのが構造図なんですけど、赤い線が全部柱です。で過剰なまでの柱だと思います。でそれはなんかもう木立っていうものを作ろうとしているから、ある一定の密度が必要だったっていうことで、ブレースみたいなものがなくて、通常それだとかなりこう揺れるんですよね。なんですけど、まさに倒木効果じゃないけれども、いろんな方向に倒れている斜め柱がいるやつをこう屋根が分断されているのがつながってですね、力がこう流れていくようになっています。なので全体として持つっていう感じですかね、なんかそういう構造が生まれてきました。で実現した建築はこういう建築になっていて、まあ、あんまり上の方から見てもあれなんですけど、でいくつかの表情を持つべきだなと思っていたのは、まずこれ園路からなんですけど、やっぱり住宅がなだれ込んでくるっていうわけだから、なんかそういった住宅のストリート的なファサードっていうのがあっていいと。で子たちの中に、まあ、ちょっと今荒いんですけども、実際に木を植えて、混ざり合うようにもしています。ちょっとまだ若すぎますかね。でちょっと寄っていくと、この密集しているこの木の密度感っていうのがちょっと迫ってくると思いますが、この写真とかちょっと分かりやすいですけど、左側ですよね、あれも住宅群が迫ってきてる感じがちょっと分かりますよね。で異様な感じがするんですよ、まあ、右側 のボールパークがあったりします。で手前にこういう池があったりするような環境なんです。でこういう木立の中を分け入っていくという経験っていうか、だからそうするとやっぱりですね、こうバーッとこう重なってくるので、壁立ててるわけでもない、ですけれども、やっぱりなんかこう木の密度感がこう重なっていって、やっぱり奥へ奥へ入っていく感じっていうのが生まれてきます。まあこういう感じですね、はい。でまあそうですね、ちょっとこんな、まあ、内部はですね、中入ると木立を抜けるとバッとこう広場みたいなところに出て、まあ、ぐるっと円環状に取り囲んでいる、まあ、環状の木立になっているということです。でちょっとですね、動画を作ってもらったので、やっぱりなんか木の間を抜けていく感じっていうのは、静止画よりもきっと、あれ写してもらいましたっけ、これってフォルダー1個だけでしたっけ、あ、写ってきてないかな、すいません、あ、USB、 あ、そのまま、あ、それそれそれ、はい、いいですか、はい、これがですね、ちょうどなんていうのか、
まあ、木立を抜けていく感じっていうのをちょっと疑似体験できるかなと思うんですけど、まあ、こういうふうにあ向こうの方にちょっと住宅群が迫っているのが分かりますよね。で手前側なんかすごい絶望的な巨大な駐車場があって、なかなかすごい環境なんですけど、はい、本当に調整池ですね。この池っていうのがなんか音は出ないんですね。これあ、なんか無音で進むと奇妙な感じがなんかすいません、オペレーションが良くなくて申し訳ないんですけれども、うん、あ、こういう風景なんですよね。なんかすごい巨大な遊具があったりとか、うんうん、でまあ、公園の中に立っているので、なんかさっき認識の話をしてたんですけれども、まあ、木立ということともう一つ重要なのはやっぱり迫りくる住宅群っていうのが面白いなと思って、それを本当にこうなだれ込ませるでくるっていうふうにすると、なんか公園、都市公園で運動公園ってバンバンとでかい施設ができるっていうふうになるんですけど、なんかむしろ公園と町側が重なったような認識が生まれると面白いなと思ってたんです。で、まあ、それがうまくできているかどうかっていうのはちょっと体験して見ないと分かんないところもあるんですけど、ちょっと不思議な感じはしました。やっぱりなんかすごい近づいてきている重工群っていうのがやっぱりなだれ込んだようにもやっぱり認識できたし、まあ、そこはちょっと面白かったかなというふうに思います。はい、なんかちょっとこうポツンっていう感じになりますよね。だからなんかこういう運動公園とかっていうのがなんかこうバーンと爆撃的にガッと更地になって巨大な施設がドンとできるみたいな、なんかそういうこととは少し違う、町の側もなだれ込ませるような作り方っていうのができないかなというふうに、まあ、これ思ってたということです。はい、でですね、これ閉じて、あれこれどこ行きましたっけ、あ、これか、すいません。でちょっと住宅の話をあれなんですけども、でそんなことをやってる時にこれ大阪の箕面市っていうところにあります住宅を設計してたんですけれども、これ実際に建っている場所なんですけど、すっごいところにあって、こう山をずっと登っていくと突然バンってこう住宅街が開けるっていう、まあ、新興住宅地なんですね。ですごい山道をだーっと登っていくのに突然この住宅街に入るとこういう状況が生まれてるんですよね。結構これって異様な光景で、で中入るとですねこんな感じになるんですよ。であれさっきまでのは幻想だったのかみたいな変な感じが起きます。でも遠景で見るとこういうことなんですよね。本当に箕面の山の上の方をガッと削って新興住宅街を作ってるので、なんかですねこの町の中を歩いているとなんかまるで本当にその山の中にいたって感覚が消えてしまうような場所でした。でここで考えたかったことっていうのは近視眼的に言うとこういう町との接続になるんだけれども、本当はこういう山の中で暮らしているっていうもう少し、遠くの環境とつながっているようなもの、まあ、そういう認識をどう生み出せるか、そうすると山の中で暮らしているっていう手応えみたいな実感みたいなものがぐっと湧いてくる。だから別に近くとつながりたくはないわけじゃないんだけれども、ちょっと京都のだから話とは少し違いますけど、まあ、なんかその遠くの環境とつながるっていうようなことを目指してた。でその時ちょっと考えたことっていうのは、なんか建築自体がですねこうもともとその場所にあった斜面もあったんですけど、まあ、そこの斜面からこうずっと登って上がっていけるような建築を作ったらいいんじゃないかなと。で実際にそこを登らなくても登れるという認識が生まれてくると斜面と地続きになって、でそれが実は山の一部なんだっていうことが浮かび上がってくるんじゃないかなって考えました。でそういうことをこう記述する
時に、まあ、事務所でよくやるんですけど、実際に見えているものだけを見ようとしてはいけないなと。だから何がここで認識させたいことなのかとかっていうのを、まあ、なんか重ねて書くようなことを試みていたりします。でちょっと時間もあれなので飛ばして、まあ、こういうふうに実際はですね、こう建築自体を登れるものにしてるってことですよね、うん、で手前側にこう木を植えて森を作ろうとしているわけですけれども、こう建築のファサードみたいなのが斜面とつながっていて、こうずっとこう外も登れる。でこれ外から中に入って中ももちろん登れるので、何かこれが斜面そのものというか山そのものみたいな建築になってくると、結果山とつながる認識っていうのが生まれてくるんじゃないかなというふうに考えていたわけですね。これがその階段を取っているところですが、だから意図的になんですけれども、バンと上げちゃうんじゃなくて、登ってるっていうのはこうつづら折れたりとか、こう曲がったりとかっていうアクションが結構重要だなと、そういうことを研究してましたね。はい、で中にいてもその感じが消えるっていうことがないことが大事だなと。実際階段をね、毎日そんな何往復もしないと思うんだけれども、こうやって低い場所からもやっぱり、そういった階段っていうのがうかがい知れたりとか、中にもあったり、でこういうふうにこう外にこう張り出していくような階段っていうのが出てきたり、まあ、いろんなところから出て入って登ってっていうことができるようになってて、で何よりも登れるっていうことがこう常に知覚されるような状況っていうのを、まあ、作りたかったっていうことですね。で、まあ、やっぱりなので最終的にはこうできたものはあれですけれども、やっぱり考えていること、今でも興味があること、1年前にここで話したことのつながりで言うと、やっぱりその認識的な空間っていうことを設計対象として意識して捉えることで、なんか物理空間、物理的な空間の枠を、まあ、拡張してみたいっていうことを、やっぱり今でもとても強く興味を持って建築を設計しています。はい、以上でじゃあ僕の話は終わりにします。もう喋っちゃって大丈夫。あ、山田鈴子です。よろしくお願いします。今日は考えと形という話を持ってきたんですが、まあ本当シンプルに何を考えてどんな形を作っているかっていうことをちょっとつらつらとお見せしていければなと思います。さっきご紹介いただいた時に大学院で大学院の話があったんですが、ちょっと事務所に勤めてからもう一回大学院戻ったもので、大学院の間にちょっとずつ仕事を始めていたこともあって、これは大学院生の時に初めて設計をした、別荘みたいなものなんですが、こういうなんか四角い部屋が森の中に浮かんでいるっていうものですね。で、まあ、これを考えた時に森の中の、別荘みたいな話だったんですが、まあ、普通はこう四角い四角いというかこう外形があって、それをこう弁当みたいにこう割るようにプランニングをこう考え、ザゾーニングとかを考えていくと思うんですが、それをこう一旦バラバラにして、まあ、森の中なのでなるべくこう木とかその森の中にあるようなもののこうスケールにこう揃えていって、でそれをこうつなげて いくとどういうふうになるかみたいなことを考えていました。で、まあ、こういうで、まあ、森の中なので、まあ、景観もすごくよくて、でなるべく一個一個の部屋がこう角部屋になるみたい なんかそういうことを考えてたんですけれども、で、まあ、同時に壁ってまあ、すごいなんかこう壁について考えていて、壁っていうものがなんかこう壁の厚みとかそういうものによって壁じゃないようなものにならないかみたいなことをこの時考えていて、で壁の厚みを薄くしたり分厚くしたりっていうのがこう
この水色のところですね、いろんなところに変化して現れていて、で、まあ、もちろん空いているところも開口部もあるしっていう、なんかそういうこう、そういうことをこのプロジェクトで考え始めていました。で、なんかそのこう壁じゃないけど壁みたいな、そういうものをなんとなくずっとこう、引きずっていて、これも割とこう自然豊かな場所の、別荘というか、まあ、旅館の離れの計画だったんですが、この時も、なんかこう壁じゃないものにでどうやって壁作るかみたいなことを考えていて、でそれが、今回は、木の柱、ちょっとこう普通の柱の材よりも細いものがこう集合して、結果的に壁のような柱のようなものになっているみたいなものを、作った時ですね。でこれはまあ、こうやって普通にプランで見ると、まあ、ダイニングルームがあったり、ベッドルームがあったりして、こうなんとなくうっすらとこう軸線も見えてくるとは思うんですが、その間を壁というにはなんかもうなんていうんですかね、ちょっとあんまりこうペラッとしてなくって、ボボボボボっていうなんかこうなんか塊みたいに見えて、でも柱っていうにはちょっとあまりにも分厚くってみたいな、なんかそういう存在の、ものっていうものが、一個一個のエリアをこうなんとなく区切っているっていうことをやっていた時です。でこれはすごく最近なんですが、2022年だか今年に2022年の2月22日ってなんか猫の日って言って、なんか結構猫業界が盛り上がってた時で、で猫のためというか、猫と共に暮らす家はどんな家かみたいな、なんかそういうお題で模型を展示したことがあって、まあ、2月なんです、つい最近なんですが、でこの時もなんとなくその、まあ、人間がもともと作っているこういう壁っていうシステム自体が、まあ、あって、でこれちなみにまあ、薄くこう下敷きにしているのがもともとこうある住宅なんですが、でこの壁のシステムで作られた家に猫が入ってきて、で住み始めて、で猫目線で行くと、なんかこの壁ってまあ結構邪魔だったりとか、するんですけど、なんかもし猫がこの壁をなんとなくこうどんどん、使っているうちに、なんていうんですかね、こう巣作りみたいな始めちゃって、なんか自由に本当は作れたら猫的にはこの壁はどうなるんだろうっていう話をちょっと考えながら作っていました。でこうちょっとこう膨らんだりとか、逆にへこんだりとか、なんかそういうふうに壁をこう猫の、動きとか、習慣とか考えながらどんどんこういじっていくっていうことをやっていて、でそうすると人間が、人間と猫が一緒に住まうときに、まあ、猫ってやっぱりこう人間よりは、まあ、人間にとってはすごくこう野生的な部分があって、で、まあ、猫ってすごくこう人懐っこい猫もいると思うんですけれども、まあ、でもやっぱりすごい風とか光みたいにこうコントロールしないこう動きとか流れをこう家の中に持ち込んでくることがあると思うんですよね。なんかそういう猫の動き、ちょっとこう予感できないというか、急に現れる猫の姿とか、ちょっとあっちで物音がしたりとか、この目の前を急に、通り過ぎたりとか、なんかそういうことが起こるなんか家というか、猫と住まうっていうのはそういうことなんじゃないかなっていうことで、でそれに建築が反応していくっていうようなことを、まあ、これはそうお話でもあるんですけれども、まあ、一方でなんかこう壁っていう存在をもう一回考えるみたいなことをしていました。でなんかそれそう、まあ、そう考えていくと、結構その柔らかいやっぱりこういう形みたいなものにも興味があって、でまあこういうそうですね、これモックアップを作っていただいたところですね。で、なんかその柔らかい壁の形みたいな話で、2013年に、瀬戸内国際芸術祭っ
ていうあの、まあ、お祭りがあって、でその港町の待合所に、待合所がこう2つ新旧、なんか斜めのなんか対角線上に立っていたんですが、それの外装をなんかできないかっていう話があったんですね。で、これは、まあなんかそのもともと2つ、もともと待合所があって、で新しく、芸術祭が始まるので人が増えるからって言ってこう建てた、待合所に対して何かこう関係性が全然ないし、あとそのまあせっかくアートだっていうお祭りなのに何かあんまりこう華やかさがないっていうことで、まあ、急遽何かできないかっていう話があったんですが、で敷地を見に行ったら、ロープがいっぱいこう港町なのでバラバラ落ちていたんですね。でそのロープを何かこう使えないかなというふうに考えていて、で、まあ、この時なんかすごくこう素材っていうものがとっても気になっていて、まあ、その柔らかい形みたいな話もそうなんですが、まあ、建築の材料ってどうしても木とか鉄みたいな硬い材料が多いので、まあ、柔らかいってなるとどうしてもなんかそれを結構こう曲げたりとかしなきゃいけなくって大変なんだけど、ロープっていうのはほっといたら柔らかくこうダラダラっとするし、でピンと張ったらこう建築的なこう直線みたいな面みたいなものが現れるので、なんかその間で面白いことができるんじゃないかなと思って、こういうプロジェクトをやっていたりしました。でなんかそういう線の集合みたいなものがとてもこう気になっている時があって、でこれは2015年に、なんだっけ、建築の新しい楽しさ展みたいな、あの毎年やっている模型展があるんですが、それの会場構成で、こういう家具を作った時にまたこういう線の集まりというか線と点の集まりみたいなものを作ったんですね。で、これは素材が真鍮でできていて、でやっぱりこの時もさっきちょっとこうロープを使ったっていう話をしたんですけれども、なんか建材じゃないもので、建材じゃないものって大体ちょっとこう柔らかいものだったりして、建材よりもで普通はスチールとかでこういう展示台って作ると思うんですけれども、スチールよりも柔らかい真鍮を使うと、でまあしかもすごく華奢な、真鍮の材料を使っていくと、ちょっとなんかこう一本だとすぐ曲がっちゃったりするんですよね。で曲がっちゃうぐらい柔らかい材料で、でなるべく本数をいっぱい増やして、でまあそうですね、細い材料でたくさん集めることで、なんかそのこう集合体みたいなもの全体がこの会場のこう全体的な空気を作っていくっていうことを考えていました。でやっぱり真鍮なので、まあ、金色でキラキラしていて、すごいこう他あの外の光を反射するのがすごくこう綺麗で、なんかこう窓の近くの方に行くと見えるのか、なんかもう線がほとんどこう消えてしまって風景に溶けていくような、で近づいてくると割とこういうリアルな物質としての真鍮みたいなものが見えてくるっていう、なんかその差が面白いなというふうに思って使っていたりします。でまあさっきあの、まあ、光を反射してっていう話をしたんですが、そういうなんかこう光ってでやっぱりさっきちょっとこう猫の話をした時も、ちょっと言ったんですが、光ってすごいこうやっぱり自然であって、で家の中でこう野生的な要素だなとすごい思っていて、でこれは去年2021年のまあでもそうか、今年竣工した、リノベーションのプロジェクトなんですが、リノベーション、日本の家屋ってで結構こう、すごく雰囲気のある建物で、まあ、そのままこう残したい場所ってお施主さんも多かったんですが、まあ、構造的にはかなり、補強をしなくてはいけなくて、
て、でもともとやっぱりこういう綺麗なこう柱とか梁があの表しになっている新壁の構造だったところに、まあ、どうしてもこう構造用合板みたいな、地震に耐えるために面材を何箇所も何箇所も入れていかなくてはいけなくって、でそうなってくるとその、まあ、せっかく綺麗にこう線がシュッシュッとこう通ってたところにこう蓋をすることになってしまうんですが、なんかその構造用合板が貼られた面をもうちょっと何かこう魅力のある方向に持っていけないかなという話があって、でその小僧ご飯の表面をちょっと特殊なフィルムを圧着してものすごいこう反射をするフィルムを貼ったんですね。でそれによって外の光がかなりこの家の中の壁にしっかりこう入ってくるようになって、で外のこう風の動きとかが、まあ、草が揺れたりとか、まあ、それがそのままこの壁に反射していくと、なんかそういう、 こう光とか風みたいなものが、まあ、コントロールできないようなものが家の中にこうブワッと入ってくるっていう、そういうことがすごい面白いと思って、やっていました。まあ、実際の写真なんですが、このなんかこうツルツルっとしてる、なんか本当にもう水の表面みたいになるんですけれども、半分ぐらいやっぱりこう手前の像を反射して鏡みたいに映っていて、で半分ぐらいはやっぱりこの木の小僧用合板の目がすごく浮き出るので、なんかこう不思議な景観みたいなものを作っている。で外側は、お庭の中にちょっと小さな庭をさらにこう囲うようにしていて、カーテンをカーテンで囲っているんですが、そのカーテンの色とか動き、風のによってこう動く、なんかその感じが、まあ、家の中にどん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 入ってくるっていう、まあ、外のこう空気と中の空気をどうやってつなげていくかっていうことも一緒に考えていたプロジェクトです。あ、こういう感じですね、実際は。で今ちょっとお庭を最後調整している段階で、結構ランドスケープもこれから増えてくるという感じですね。でまあそういう庭の外と家の中っていう話って、やっぱりすごいこう住宅にとって、まあ何ていうか永遠の課題というか、なんかまあみんながこういろいろな探求をしている話だと思うんですが、まあ、私もやっぱりすごく興味があって、で2019年にダイタというプロジェクトが竣工したんですが、これはもう本当に庭と家っていうことを考えていました。でこの写真の左側がお庭で右側が家なんですが、こうやって扉が結構バカッと大きく開くようになっていて、でそれによってこう外の、気配が中にどん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 入っていくというプロジェクトですね。で、庭の方にもかなり人工的な素材をこの時は使っていて、テラスとか階段っていうものを支えるために、丸いこういう鉄骨の柱とか、斜め材みたいなものをたくさん庭に使っています。なので庭は自然素材で、家の中は、人工の素材っていうよりは、割と家も、家の中も外も人工の素材もあれば、自然素材もあって、で枝の幹の太さとか、枝の太さと、この鉄骨の柱とか斜め材っていうものがほとんど同じような感じで、こう庭の中にこうバラバラバラとこう散らばっているっていう状態を、作っていました。で家の中を見るとこんな感じで、でまあこれはこうまあ本当にこう模型をにらみながら、このぐらいの密度にしたらどういうふうに風景がつながるんだろうっていうことをこうずっと見ながら作ってはいっていたんですが、やっぱりこう外がどん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 こう細くて密度が高いっていう状態になっていけばいくほど、まあ、家の中もやっぱりそれにこう近づけていった方が、こう内外全然素材は違うけど、何かこう物のなんていうんですかね、配置の仕方というか、物のこう
密度みたいなものがある程度こう揃っている方が連続的に見えるんではないかということで、この時はその庭と家をつなぐっていうことを、そういう、まあ、マテリアルとか、そのものの選び方配置の仕方っていうことでやっていました。まあ、断面図を見ると、まあ、より分かりやすいのかなと思うんですが、まあ、普通壁を面材でこう作ってしまうところもなるべくそういうものをなくして、でさっきあの階段があったと思うんですが、手すりとかも全部105画っていう普通柱とかあの筋交いに使うようなあの太い材料を使って、まあ、なんかこういろんな線材がすごくこう、存在感を持ちながら家の中でバラバラバラっとこう散らばって一瞬固まった状態っていう。で、まあ、外側もやっぱり同じような作り方をしていて、こう全体的につながっていくということですね。でこれはあのもうちょっと昔で2012年に戻るので大学院生の時なんですが、あんまり意識してなかったんですが、ちょっと似たようなプロジェクトをやっていて、で美術館の中に、住宅を作ると。でこれはあのアイディアコンペで平田さんも審査員をされてたんですが、そうですね、コンペだったんですよね。で1位を取ると、リアルなスケールの、住宅をリアルスケールで美術館の中に作れると。でこの時考えていたのは柱とか、こういう窓枠とか、屋根とか床とかで、それと同時にこういうカーテンとか棚とか机とか、そういういろんなものがこうギュッとこう固まって、その瞬間みたいな、こうわーっと集まってきてギュッて固まった時に、それだけで家ができるんじゃないかっていうことを考えていて、だからそのこう計画的に壁を作ったりとか、なんかそういうものがなくてもなんか密度だけで住宅ってできるんじゃないかっていうことを考えていたんですね。で美術館の中でその1分の1スケールのモックアップというか、ちょっと模型みたいに見えるんですが、あのそういうものを作る機会がをいただけて、で実際作ったっていうのがこれです。で大学院2年生の時に作ったんで、なんていうか、作ってみて結構こうすごいこう密度をギュッとこう持ってくるみたいな、なんかそういうことはリアルスケールで実現できたんですが、一方でなんかこうやっぱり建築って、でも建築ってやっぱり外部環境があってこそなんだなっていうのもこの時すごい感じたというか、なんかこう雨風が入ってこないっていう状況の中で、実現できたあのプロジェクトだなというふうにも思って、だからやっぱりなんかこう頭の中でモヤモヤが残っていて、もっと違う形で本当に建築として実現するにはどうしたらいいのかなっていうことも同時に考えていた時でした。で先ほどの大田っていう、なんかこういう木の柱と鉄骨の柱がこういっぱいあるっていう、でその中にこう他の家具とかカーテンとか樹木とか、本棚とかいろんなものがこうギュッと入ってくるっていうことを、やっていて、でただすごく立体的な住宅なので、あんまりこうプランニングではそのなんていうか物が集まってくる自由さみたいなものはあんまり実現できていなかったなっていうこともあって、で2022年って今年ですね、2年前ぐらいからやっている住宅で、今もう本当にあとお引き渡しまで1ヶ月ぐらいの、住宅なんですが、これはもうほぼ平屋です。で割と敷地に余裕があったので平屋にして、で一箇所だけ2階の小屋が建っているところがあるんですが、その、実は10年後ぐらいにもしかしたら増築するかもしれないっていうことで、この屋上にペントハウスみたいな部屋を乗っ
ける可能性を持ちながら今のところ平屋で作るっていう住宅です。でこれはなので柱が一見こうバラバラってこう広いこうワンルームの中に落ちているように見えるんですが、実は上に部屋が乗ってくる可能性があるから、場所が決まっているんですね。ただアイレベルで見るともう赤く塗られているのが柱なんですが、柱がなんとなくこうバラバラっと意思を持ちながらそこに立っているように見えると。で一個一個のそのペントハウスに登っていく階段だけ先に用意されていて、まあ、本当に作るかどうかはお施主さんの計画次第なんですが、今は一個だけ部屋を作っていて、でそこに登っていく階段で、こういうまだ上がない階段については、ちょっとだけこの、トップライトがあって、まあ、ここに座るとトップライトの中に自分が入ることができるっていう場所になっています。だからなんか柱と階段と、まあ、その他の家具と、まあ、平面的にすごいこうバラバラバラっと、ね、ほとんどこう壁にくっついていなくって、もうこのなんか浮いているような平面図上浮いているような状態で、まあ、トイレとかお風呂なんかそういうものも、あと冷蔵庫とか全部こう浮いている状態で、その間を人間がなんとなくこう場所を選んで住んでいくっていうものなんですが、なんかこう、まあ、もちろん外壁はしっかりあるんですけれども、家の中でも、物の密度とか、物の存在っていうことだけで住まいができるんではないかっていうことを今試している、途中です。でなんかそのこの一個一個の階段とか、椅子とか柱とかそういうものがなるべくこうすごくこうビビッドに個性とか意思を持っているようなあり方がいいなというふうに割とこう事務所で話していて、だからなんかこう全部が階段一個一個はみんな違うデザインで違う色を持っていて、で、まあ、家具ってもともと結構一個一個個性的なので、お施主さんが持ってきてくれるソファーとか、まあ、テーブルとか、まあ、そういうものも合わせて何かこう一個一個をちょっとこう動物というか動物園にいるような何かそういうこともイメージしていて、でこれは2013年に撮った写真に、私が上からトレーシングペーパーかけてこう色を塗ったりしているものなんですが、なんでそんなことをしてたかっていうと、終了設計で、まあ、こういうものをやっていたんですが、まあ、母親がアフリカに住んでいて、で1回ぐらい来てよって言われて一緒にアフリカに旅行したことがあって、でサバンナでガゼルの群れがいたんですね。でやっぱサバンナって巡っていくとやっぱ草食動物は、まあ、常に肉食動物の存在っていうのをこう気にしながら生きていかなきゃいけなくって、でみんなで群れで生活しているんですが、こう一生懸命下を向いてご飯っていうか草ですね、草を食べているものもいれば、なんとなくこう周りをこう警戒しているものもいて、それがこうなんとなく交互に食べてはこう周り見て、また周り見ては食べてっていう感じで、ちゃんとこう交互に交互にやっていって、でみんなご飯を食べながら安全に一応こう警戒しながら食事できるっていう生活、まあ、そういう場所、場を見たんですが、なんかこういう、なんていうんですかね、一個一個こうバラバラにこう動いていながらも、こう全体としてこうちゃんとしたシステムを持っているっていうことに結構面白いなというイメージを持っていました。でこれは去年、私たちの事務所が引っ越しをした時に引っ越し展っていうものをやりまして、で、まあ、新しい事務所を借りたからちょっときれいで広い間に模型展示してみんな呼んでなんかワイワイやろうっていう、まあ、それだけのイベントなんですが、何を展示するかって言って、まあ、やっぱり20分の1の模型が一番こう面白いかなって言って並べた時に、なんかこう結構一個一個の建物がもうそれこそすごいこうなんていうか
動物的というか、なんかこう意思を持って存在しているようにも見えて、でなんか動物みたいに展示したらいいんじゃないかといって、こう足だけ4本足を、あの椅子から取った4本足をつけてみたら、なんかこう深海に浮かぶ不思議な、なんかクラゲというか動物みたいな感じになって、それが面白くてそのまま展示したというプロジェクトです。はい。で、まあ、このイメージとちょっと関連するのが、あの私はあの、まあ、東京に住んでいるんですが、東京で一番好きな景色の一つが、なんかこういう屋根の上の、夜のランドスケープ でちょこっとずつこう光がこう灯っていたりするんですよね。で一番あのなんていうか、そうですね、なんか例えばこう夜にあの地震があったりして、バッて起きて、あ今地震あったって言って、でバッてこう外を見た時に、なんかこうパパパパパパパって光がつくのがすごいなんか安心するというか、私はあの本当にこうなんか東京ですかね、なんかまあそういう街が好きで、でなんかこう距離はあって知らない人の家なのに明かりがついているだけで、なんとなくこうシンパシーを感じるというか、なんかまあちょうどこのくらいの規模のこう夜のあの風景だとそういうことが起こるっていうなんかイメージですね。でこれはコンペであの負けちゃったので立たなかったんですが、そういうこう東京に住まうってそういう楽しさがあるんじゃないかっていうことを考えた、プロジェクト で一個一個のベッドルームがあの全部こういう小屋の中に入っていて、一番上にあの計画しました。なのであの自分の例えば姉妹だったら、妹の家部屋 と、姉の部屋があって、でそれはこう上では物理的に離れていて、で下ではもちろんあの共有空間でつながっているんですが、ここの部屋は一個一個離れていて、でお隣のお家の窓みたいなものがもうその連続として見える。だから、まあ、距離感は あるし、お互いまあなんかこう呼べばまあギリギリ聞こえるかなぐらいなんですが、まあこう行き来することはできなくって、でも何やってるのかなとか、あれもう寝たのかなみたいな、そういう気配だけがこうなんとなく伝わって、でそれが心地いいあの距離感になるっていう、まあ、普通の住宅ってあのベッドルームとかはもうなんか壁一枚挟んだらすぐそこにあって、あのコンコンとかやったらゴンゴンって帰ってくるような、なんかそういう距離感で、まあ、しかもまあ LDK を通らないと自分の部屋に行けないっていう、割とこううん、プライバシーはあのあるようなないような、なんか結局こう LDK の先にあるあの奥のお部屋っていう感じになってしまうんですが、まあ、これはもうちょっと、まあ、本当に独立寝室とか自分の部屋みたいなものが都市の中でこう独立して浮いているような存在、まあ、そういうことを考えて作っていた、プロジェクトです。でこれもあの西荻っていうあの今計画中の都内の住宅なんですが、まあ、これはあの逆に、窓はいっぱい作っているのですが、旗竿敷地なので、まあ、ほとんどその、外の世界に向かう、こう風景みたいなものがあんまりなくって、で隣 あの青い外壁がこうただただ見えるみたいな窓がいっぱいあるんですね。でお施主さんがすごい本が好きで、で本のもう背表紙だけ見ていればもう嬉しいというか、まあ、やっぱ本を捨てられなくて、で、まあ、本好きの方ってなんか、まあ、本当にだからたくさん所有してるんだけれども、もちろん1年間に読める本なんて限られてるし、まあ、どんどん新しいの読むから古い本なんてほとんど手に取らないんだけど、やっぱりこう背表紙を見ていたいと。で背表紙のなんかその先に何かやっぱりこうその時読んだ物語とか、その時自分の身に起こったこととか、まあ、いろんな物語がもうこの背表紙にこう詰まっていて、でももちろん引っ張り出せばよりリアルにそこに再現するけれども、背表紙見てるだけでなんとなくもう自分がもう一旦出会った世界観みたいなものがこう再現されるというか、ふわっとそこに現れるっ
ていうことが、まあ、なんかそのこの枠の外が枠の中に世界があるっていうのが結構こう窓と似ているなと思って、なのでこう窓と同じぐらい、まあ、窓と本棚のこの枠っていうのがバラバラっとこう家の中にこう散らばっていくような、そういう家っていうものを考えたりしていました。でこれはまた別の住宅なんですが、今また計画しているもので、この住宅はリビングルームがいらないから、ワークスペースとダイニングキッチンとあと水回りがあればいいよというあの施主さんで、で、まあ、その3つをどういうふうにこう関係づけるかという話を考えていた時に、普通水回りってまあ、さっきのベッドルームと同じぐらいこう奥に奥に追いやられてしまう存在なんですが、まあ、それを一番、まあ、これ玄関も兼ねていて家の一番真ん中に持ってきて、でそうするとこの水回りとダイニング空間とか水回りとワークスペースっていうこの表面境界面のところに、まあ、なんかどういうこう壁とか何か境界面が出てくるといいのかっていうことをいろいろ考えながら、スタディしていて、さっきこう本棚の時にそこにこうその奥に世界が存在するって話をしたんですが、まあ、これの場合は割と分かりやすくてこう3つの世界、全然違うこう仕事をすることっていうのとご飯を食べることっていうことと、何かこう身をきれいにしたりとか排泄したりすることっていう全然違う世界観のある3つの空間っていうのがこうギュッと異なり合ってしまった時に、例えばワークスペースから水回り越しにダイニングルームを見るとか、そういうこうなんかこう生活が全然違う世界がガラガラっとこう一緒に見えてくるっていうことが、何かこう住宅の奥行きを変えていくんじゃないかと思って今作っているものです。で、なんかこの、まあ、境界面を持ちながらも、貫入していくみたいなイメージが、まあ今なんとなく気になっていて、でこれは私たちが事務所で作ったマーブル模様なんですが、マーブル模様ってもともと大理石の模様 でこれは絵の具をただ溶かしてこう眺めてこう写真を撮っているんですけれども、まあ、流体なのでどんどんこう混ざっていくんですが、かなり最後の最後まで、例えばもうこの辺とかもう混じりそうで、最後の最後こう形を残している黄色がところなんですが、なんかそのなんかこう最後の最後混じる瞬間とか、こういう結構黄色とか青の輪郭がこう残っている状態っていうのはすごく綺麗だし、何かこうまあなんというかビビッドで面白いなと思っていて。でもいろんなマーブル模様を作っては、なんかこのマーブルはなんかここになんかこう不思議な淀みがあるとか、これはなんかすごくこうエッジの立ったマーブルだとか、こういろいろこう話して、なんか建築のあり方もなんていうか、ただただこうバンとこう例えば外と中をこう混ぜるみたいな、くっつけるみたいな話よりも、もうちょっとこう全く別のものがこうくっついていくときに、もうちょっと何かこうそのそれぞれの個性を保ったままどう混ざっていくかみたいなことが考えられないかっていうことを考えたりしています。でこれはですね、つい先日まで、六本木のミッドタウンの芝生広場の上で、子ども用の、公園みたいなものを、期間限定で作っていて、でその遊具を提案しました。でこれは大地っていうコンセプト、
キーワードをもともとその主催者から与えられていて、で大地を感じるような遊具で、大地っていうと結構その東京の都内とかで言うと、もう大地ってもうなんかほぼ存在しないというか、ほとんどこうアスファルトで固められていて、でまあ地形もなかなかこう感じることがないし、で大地ってどういうふうにこう存在してればいいのかなっていうことを結構考えていたんですが、まあこう例えばまあ地震とかがあった時にすごくこう、まあ、大地が実はあんまりこう硬いものではなくって、こう揺れてすごいこう流体的なものだっていうふうに、まあ、感じる時があって、でまあその上にまあ単純に私たちは住んでいるんだっていうことが、なんかもうちょっとまあ都内に住んでいても分かるといいのかなっていう、そういうことを考えていて、でまあその時にこの先ほど作っていたマブル模様っていうのが、まあこう土地のなんかこう地層がこうバンとこう断層の時にこう出てきて、でそれがまたこうギューッとこう力が加わって、やっぱこう大地の動きの中でこういう模様を作っていくっていう、なんかそのイメージとすごく被るところがあって、で、まあ、この表面にまあ、そういうプリントをしたんですが、で表面にやっぱりこう光沢のある素材を使っていて、子どもがこう通ると結構子どもの像が映るんですね。でなんか子どもがすごい楽しそうにこう、この山の中を走り回っているんですが、それがなんかこうそれとこのマーブル模様っていうのがこうセットになって、あんまりなんかこうただのこう硬い土の塊というよりは、なんかこう流れが動いているようなこう流体のような山みたいなものがちょっとでもこう想像できるといいかなということで、こういうものを作りました。でそうですね、最後に今まだスタディ段階のプロジェクトなんですが、すごい斜面地に別荘を計画していて、で斜面地なので、まあ、すごいんです。45度以上のすごい 急な斜面になんとか別荘を作りたいっていう話で、でそのままこう何か建物をボンってこう床を設定しようとすると、なんかすごいこう鉄骨の柱が下にバンバンバンってこう掛け作りみたいな感じで現れて、あんまりその斜面っていう環境にフィットしてないなということを、まあ、悩んでいて、で、まあ、こういうふうに等高線に沿って、まあ、獣道みたいになんとかなんとかちょっとずつ上に上げていこうとする、まあ、プランを考えていたんですね。でそうするとすごいこう細長い家になるんですが、そのコンクリート像のこの、まあ、擁壁も兼ねながらコンクリート像の、こう細長い蛇みたいな形がこう森の中にグググググググッとこう入っていって、でまあ他方すごいやっぱりこう自然も豊かというか荒々しいので、コンクリートのこう建物とその周りの自然っていうのがこう噛み合いながら、お互いこう譲らないような強さを持って境界線を作っていくと面白いんじゃないかなということを考えています。でこれはちょっとコンセプチュアルなドローイングなんですが、一番下の階だと割とこう建築が強い、すごいこう殻が強くてこうギューッとこう細い空間があって、でたまにこう外の景色が見えると、で中間階に行くと、大きな開口もあったりして明るさもあって、でそこにこうもうジャングルみたいな伸びきった木がいっぱいあるんですが、もうそれがこう入ってきてしまうような窓を開けるとっていう、そんこうまあ亀甲状態ですね。で最後、一番上に行くともう本当に森の中にいるような、まあ、開放的な作りにもなっているんですが、もう住宅が森の中にこう飲み込まれてしまうようなっていう、そういうこうちょっとずつ上に上がっていくと、こう森と住宅っていうもののこうバランスがだん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 変わっていくっていう、まあ、そういうことを、考えて、まあ、この辺の境界面とかも今、考えたりしています。はい、ということで一旦終わります。以上です。
ありがとうございました。じゃあ、この後対談の方に行きたいなと思います。ちょっと時間の関係でちょっとだけちょっとだけ引き渡なしで行きますよね。なしで行きます。はい、そんなに長く対談の時間を取れなさそうなので、皆さんこう早めに質問を準備しておいてくださいというのは初めに言っておきます。多分短くなっちゃうんですけど。はい、じゃあもう時間もないことなので急ぎ足でいきたいと思いますが、2人とも非常に解像度の高い、仕事をそれぞれにされているなと思って感心して見ておりましたが、ありがとうございました。で、畑さんのはご自身ではなんかそのイマージュということを言っていて、なんていうかな、そういうこうはっきりと像を結ぶものとそうじゃないもののちょうど間にあるようなものっていうのに憧れを持たれてるんだろうなという感じがあって、でそれはなんとなく僕も共感すると。でもやっぱりどうしてもこう完結した像になりがちなっていう自分のその感じっていうのを分かった上でそうじゃないものを求めてるっていうのも共感するでそれに対してある種のその山田さんの場合はもうこうレクチャー全体がもはや断片の森と化したような頭の中にそれこそね、ああいう森のような状態がこう起こってしまうようなイマージュの世界というか、それをイマージュって言っていいのか分かんないけど、さっきのマーブルの話とかもそうなんだけど、そういうのをこういろんな角度から見せてくれて、2人の話がだから何て言ったらいいんだろう、反対側から同じ話をしてるようにもちょっと強引だけど見えたところがあって面白かったんですけど、そういうのに対してでもいいし何でもいいんですけど、それぞれ お互いの話をどう見たかっていうのをちょっとお願いします。じゃあ山田さんから、はい、私イマージュって話聞いた時に割と最近の興味にすごいイマージュ、話って何年代ぐらいの話なんですかね、哲学者の方って、もう19世紀ですよね。あ、そうですよね。だからめっちゃ古いわけでもないですよ。なんか最近なんかとあるプロジェクトをやっていて、すごい映像的だなと自分で思ったんですよ、でドビュッシーの曲、曲集で映像っていうでイマージュなんですけど、なんか曲集があって、でその頃の人たちって映像とかイマージュっていうことをどういうふうに考えてたんだろうと思って、ドビュッシーの本読んでたので、あ、もしかして同じ時期かなと思って、なんかそういうこう映像的というか何かこう固まらないで、こう体験的なのか、いろんな要素が一瞬こうわーってこう重なって、でもそれは本当一瞬だから、多分畑さんの木立のあの中を歩いていく時にはもうイマージュの連続というか、なんかそういうことなのかなと思って、すごい興味がシンクロしてて面白いなって思いました。ありがとうございます。いや僕も実は結構聞いていて、さっき反対の面から同じことを言っていることがあるんじゃないかっていうのは結構面白かったんですけど、今山田さんの話も伺ってあれだなと思ったんですけど、僕は山田さんの話の中にしばしば現れる意思を持った事物、あの意思たるものが何なのかっていうのが、最初僕話を聞いてる時にはなんかちょっと自律的なもののイメージなのかなって思ったんですね。つまりなんか要するに何かのためにあるっていうことを超えたものっていうか、そんなことに回収されない自立性を持ってる、だからなんかちょっと気高いっていうか、なんかそういうことも実際形容されてたしかなと思ったんだけど、だんだんなんか一方でそれだけでもないような気がして、それ僕ちょっと聞いてみたいなと思って聞いてたんですけど、なんていうんですかね、例えばそれが生き物のようだとか動物のようだみたいな話が出てきたのが結構面白くて、
ああいうものをなんか自律的っていう言葉で表現する人ってのは結構いる気がしたんですけど、そうじゃない意思、あの意思っていうものがどういうイメージなんだろうっていうのはちょっと聞いてみたいなって。そうですね、自律性他律性ってよくあの建築 の、 あの本当に学生の方からプロの方まで使われると思うんですけど、私 の、 あのイメージするなんかそのこう、なんて言ってましたっけ、うん、私愛心なんか、うん、あのやっぱちょっとわがままってイメージです。あの他人のことはをケアするというよりは、何かもう自分のそのこうちょっとこう衝動的な意思みたいなものがやっぱり、まあ、あっち行きたいみたいなこととか、もっと光浴びたいみたいな、そういうこう、まあ、植物とかも結構そうじゃないですか、うん、あんまりこう他人のこと考えようっていうよりは、本当にどん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 こう枝葉を伸ばしていくみたいな、割とわがままなもう自分勝手な欲望の先にそれを相対として見ると意外と面白いっていう、うん、なんかそういう状態ですかね、うん。でまあ、2人の共通点はそういう感じもあるんだけど、違うと思ったのは、まあ、ちょっとこれまた無理やり違うって言ってるかもしれないけど、その畑さん認識っていうことを言っていて、まあ、あくまでその認識するのは人間な感じがあるんですよ。でその例えば街とか、まあ、もっと何か違うなんか人間の記憶に結びつくようなこととかも興味があるように、まあ、すごく普遍するとね。で、まあ、山田さんの場合はそのもうちょっとなんかプリミティブっていうか、それそのそこにあるものがなんかそれぞれ主張しているような場みたいなものとか、なんかそのすごい人間的な認識っていう感じがあんまりないで、どうなんですかね、その辺はどうなんですかね。で、まあ、ただ僕ちょっと自分の話かぶせて申し訳ないんですけど、最近玉虫色とか言っていて、玉虫色に見えるものっていうのはちょっと面白いなと思ってて、でさっきのそのイマージュって言って、何かと何かの間で何かと完全に確定しえない何かって結構こっちから見るとまた別のものに見えたり、なんかすごくこう見方が開かれているような感じっていうのがあるような気がしていて、で山田さんの話聞いてても、物見ててもなんかつかみにくい感じがあるんですよ。つかみにくいっていい意味で、なんていうかな、例えばこういう形、こういう空間を言ってるなっていうのがいまいちこうはっきりと像を結びにくい感じの、あれは何なのかちょっと気になったんだけど、なんかその像を結びにくい、なんかスルスル逃げていくような感じが何か割と意図的に作られている感じがあって、でもそういうのって結局何とでもこう見えてくるようなところもあるから、そういうこう多義的な感じっていうのは結構面白いなと思ってて、でもそういう多義性ってなんか結構人間の記憶とか意識、最近なんか意識の絡まりしろとか言ったりしてるんだけど人間の記憶とか意識みたいなものともどっかで結びつくような気がしていて、なんていうかな、なんかもうちょっとこうプリミティブな話だけじゃないようなものがもしかしたら現代建築で展開できることがあるのかもしれないなと思ったりしてたので、その辺が気になりました。私今日すずちゃん の、 作品は、まあ、一応同時代に生きてるから、まあ、それなりにずっと同じタイミングで、まあ、見てきたかなと思ってて、で今日すごい面白かったなと思ったのが、今までなんかちょっとよく分からなかった作品がすごいこう点と点がなんかこう像を結ぶ感じがして、それがすごい実は新鮮で、AGC の過重構成とかもあんまりちょっとよく分からなかったんだけど、なんかこういうふうになんかこう言葉を間違えたくないんだけど、なんか作品未満みたいな、そのなんか一つの中で完結してるってよりは、なんか互いに作品同士がネットワークをして少しずつその考え方が変わっているっていうような、なんかでそれと前のやつとリンクしたりとかしてる感じが今日一連で見れて、なんかすごい面白いなと思ったのが私にとってはすごい今日発見だったんだけど、なんかそういう意味で言うと、なんか畑さんとの違いで言うと、畑さんってやっぱりその一つ一つの作品の区切りっていうのが連続した思考の中でもきちんとこうシステムだったりだとかエンジニアリングの観点からこうちゃんと説明多分しきれてないところもあるとは思うんですけど、なんかきちんとこう点を打っていく感じがして、そのなんかこう
ちょっと違いも私は個人的には感じたかな、うん、ちょっとここで柳沢先生にもちょっと、あのすごく面白いレクチャーありがとうございました。すごく刺激的でした。あのちょっと2回生の住宅課題の特別講義という視点でコメントすると、なかなか住宅にどう結びつけて2回生はこれを考えたらいいのかみたいなところがちょっとあると思うんですけど、ただ畑さんのに関しては僕あの何て言うんですか、あの作品名はあの池のそばのやつはあれは何て呼んだらいいですか、あの作品は、あの作品は何て呼んだらいいんで、バラ池公園施設、あれは機能的にはなんかもう東屋の集合体みたいな感じなんですか。それに近いですけど、まあ、内部空間もあって、うん、まあ、一部なんかレストラン機能みたいなのがあったり、はいはいはい、なるほど。あのその中で木立のようなというのは最初はあって、そういう話ってやっぱね、エスキスの時も学生はこういう感じにしたいんだみたいので、木立みたいなで、それどうやって作るんだというとひたすらこう試行錯誤するわけですけど、それに対する非常に鮮やかなこう構造的な構造形式でそれに応えているというのが見られて、あのそれはとても良かったんじゃないかなというふうに思ってます。でそのどこ内部空間もね、ところどころガラスが入っているのは確かに動画を見ていると分かるんですけど、ほとんど分からないような、どこからが外で内か分からないという言葉で言うと簡単なんですけど、なかなかそうできないのが実現できていて すごいなと思って見てました。で畑さんのやってるのは僕まだなんとなくこう分かるんですけど、こうすあの山田先生のが本当にわこすなんかもう最初の方全然理解できなくて、なんだこれはと思って見てたんですけど、たださっき岩瀬先生言ったみたいに連続して見てくると、あなるほど、なるなんかこう境界とか密度というところにこう関心があって、それをで空間を作ろうとしてるんだなっていうのがなんとなく分かってきて、特にこう密度が揃ってると素材が違かろうが何だろうが割とこうなんか同じ空間としてのつながりが生まれてくるっていう、あの大胆のやつとか、なるほどすごい、そうかそういう捉え方もあるんだなという点では学生にとっても良かったと思いますし、僕あのちょっとすみません長くなって、あのマーブリングが最後出てきたところで、あ割となるほどって思ったんですけど、マーブリングってなんであの混ざり合わないかっていうと、あれ水と、まあ、大体油ですかね、あれ油のこう表面張力の違いでこう混ざり合わないわけですけど、表面張力って何かというと、要はお互いの水なら水同士、油なら油同士がくっつこうとする力が働くことで外に広がらないという、そういう力ですよね。だからなんていうかこう境界を作るときに、ついつい建築設計するときに壁をどう引こうかと、壁らしきものが一切ないというね、あれはなるほどそういう作りなんだなっていうのが分かって、すごくなんか得心したというか、あのそうか境界ってそういう考え方もあるんだなということで、あのとても勉強になりました。すいません感想ですけど。ありがとうございます。あのなんかやっぱりこう一個一個のプロジェクトを作るときにワンコンセプトをバンって掲げて、そこからこうそれに合わせて作っていくというよりは、結構一個一個の状況に、じゃあマテリアルはこうだよね、配置はこうだよねって、人の住まい方はこうだよねって結構同時に考えていくと、あの必ずしも一貫しないことがあって、まあ、多分それゆえになんとなく分かりにくいというか、あのってことがあるのかなって最近思っていて、ただなんかああいうふうにしりとり状にこう並べてみると、まあ、この辺のプロジェクトではこういうことを考えていて、でもかぶさるようにこの辺のプロジェクトではこういうことを考えているっていうふうに、なんとなくこう全体像が見えてくるのかなと思って最近こういう喋り方をしていたりもするんですけれども、そういうとこなんですかね、使うなんか違いって。いやでもあの話し方はすごくオリジナリティがあって、あのよかすごい良かったなと思いましたけどね。あの、はい、いや僕もだからすごいなんか作り方というか、作っておられることと話されていることがものすごく素直にシンクロする感じが面白かったんですね。だから一つのことである何か完結したストーリーを理解しようというふうに考えずに、そこで何か起きて上に重なり合っているものの層の種類とか重なり方とかっていうのが徐々にスライドしたり、何かこう連続していったりとかしてる感じがすごくよく伝わってくるお話だったし、その根底にある部分っていうのが、さっきあの平田さんがおっしゃっていた何かと何かの間にある
ということにこだわっている視点っていうのがやっぱりちょっと僕もやっぱりあるような気がして、僕もちょっとそういうところがあるので、あの寄ってしまうんですけど、なんかやっぱりなんか、でもそれはあれですよね。これから2年生もあの課題やるときに、もしかしたら参考になるっていうか、例えば、まあ、本棚だったら、さっき本棚が窓だって言って作った本棚ってちょっと普通の本棚じゃないから、何かそこから生まれてくるものがあったりするんだけども、普通に本棚は本棚だっていう本棚っていう形として僕らがこう普通に認識しているものに落とし込んじゃうと、まあ、本棚にしかならないんだけど、あの本の背表紙が見えていることが何か別の世界につながることだって思った時に、そこをこう何か思い込みで作った本棚っていうのは、もはや僕たちが本棚って知っている何かではもはやなくて、窓と本棚の間なのか、何かあの確定しない何か、完全に確定しきらない何か、それを見た瞬間に、あ、これは何だってパッと言えない感じがあるんだけど、むしろそのことによって何かこう、普通だと生まれないような人とその場所の関係が生まれるきっかけを作ると、そういうのをこう割と丁寧になんか見ていくと、それはそのもののレベルでもあるけど関係性のレベルでもあるし、なんかいろんなことをこう発見してるっていう感じがあって、やっぱりこう何か決めつけてしまって、こう家はさっきあの柳沢先生が最初にこんなん作るんじゃないんだぞっていうような、あ、いわゆる 1LDK とかのやつを見せてたけど、まあ、もうこうやって確定してしまうと、もうそれ以上どこにも行かない、あ、住宅って何か部屋が2つあってうんぬんかんぬんみたいになっちゃったら、まあ、そんなものなんだけど、むしろそれをもう一回ちょっと自分なりの見方でこういうふうにこう完全に確定しきらない何かに読み替えていくようなことをやった時に見えてくるものっていうのが、なんかすごく面白い何かを生むことになるのかもしれないというヒントがいろいろあったというふうに解釈すれば、ちょっとまあいきなりちょっとなかなか難しいというか、まあ魅力は感じるんだろうけど何なのか消化しきらないっていう感じで見てるんだと思うんですけど、まあ消化しきらなくていいと思うんだけど、だけどまあそんなふうに考えてもいいのかなっていうちょっと思いました。はい、実はもう時間が20分もオーバーしてしまってましてですね、いつものことなんですけれども、まあ、あのちょっとすごいまた楽しい話でまたいつでもこうずっと話し続けられそうな感じはあるんだけど、またそれはあの今後また会話を継続していくということで、はい、今日はこのぐらいにしますか。じゃあ質問なしで、はい、あ、質問はしましょう、はい、質問はい、最後質問。じゃあ、あの今日一応あの2年生の講師の先生なので、もしそのオンラインで2年生からの質問があればそちらを優先させてもらって、もしなければ今の現時点で来てなければ会場のみんなに振ろうかなと思います。会場でお願いします。はい、質問ある方は前に来て先生たちの横でマイクで使って喋っていただけますか。ちょっとハウリングしやすいので。はい、そういうことなんですが、じゃ あの多分1人か2人かってく感じになるんですが、あのどうでしょうか。はい、前で先生方の黒板の近くでマイクを使ってください。あ、すみません。あ、すみません。なんかあの3回あ、すみません。あ、3回生の問いたと申します。すみません。なんか3回生が出しゃばり出て申し訳ないですが、なんか畑先生にお聞きしたいなと思ったんですけど、なんかその事象とその記号の間を目指すっていうふうなことをおっしゃってたと思うんですけど、なんかもしかしたら自分が勘違いしてるかもしれないんですけど、事象とその記号の間は事象に近い記号みたいになることはないんでしょう。ちょっともうちょっとちゃんとお話ししとくと、はい、表象と物、はい、事物の間っていう言い方をしたつもりで、もしかしたら僕言い間違えてたかもしれない。あ、はい、あので記号っていうのは表象の側にあるものじゃないですか、はい、でなんか僕たちってそういうことをなんかなんていうんですかね、ガッとどっちかにやっぱ寄ってしまうっていうか、そこに僕はなんか面白くなさを感じていて、その間を行きたいっていうのはどちらかに偏らない
存在として設計しておきたいみたいな、あ、うん、なんか宙ぶらりんな状態だから、どっちにも見えるっていうか、どちらも漂うんだけど、どちらとも言えないっていう、はい、なんかそういうところを目指したい。だから確かに注意しないと、なんかあれなんでしょうね、はい、きっと記号に見えてるってこともあるだろうし、物としてしか伝わってこないってこともあるような気もするんですけど、はい、なんか自分ではそこ意識して寄ってないかなっていうのを、あの見る目を持とうとはしてますけど。ああ、なるほど、はい、ありがとうございます。なんか言い間違ってました、はい、いやいや、僕が多分勘違いしてたのかなと思います、はい、すいません、ありがとうございました。はい、そしたら、もう一人ぐらい会場からあれば、なければ今日はおしまいにしようかなと思います。いかがでしょう。歓喜先生もいらっしゃいますけど、大丈夫そうでしょうか。はい、じゃあそしたら、はい、じゃあいいんですかね。まあ最後なかなか難しめな話で終わってしまいましたがいやいや、でもまあ、言葉と建築の関係ってなかなか面白くて、こうやってこう、こんがらがるようでいて何かを生んでいくようなところがあるのがいいなと思って聞いていました。ということで、今日はここまでといたします。皆さん、設計演習頑張ってください。はい、面白い、間の作品を見せてもらいたいなと思います。はい、では、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。